テレビで映ってはいけない場面やあってはいけない放送事故をあなたは今までどのくらい見たことがありますか？そんな放送されてしまった後に今のはちょっとと思ってしまうような危険な場面を今回たくさんご用意しました。最初から最後まで息をつく暇はありません。見逃さずにしっかり見てくださいね。クイズ番組の遥か高い場所に椅子を吊るして座るコーナーであってはならない事故がありました。一人の男性がその椅子から真下に落ちてしまったのです。一番恐れていた最悪の事態でした。テレビの生放送中にキャスターの女性が移動しながら話しているとその場で突然転びました。よく見てみると履いていた靴のヒールで足をくじいて転んだようです。女性は気をつけなくてはなりませんね。みんなで集まって対談をしていたテレビの生放送中、真ん中の男性の様子がおかしいと思ったら、なんと男性が立ち上がったらおしっこを漏らしていたのです。これには一緒にいた仲間たちも絶句でした。広い会場に多くの観客が集まる中、司会の女性が静かにしてくださいと優しくマイクで言いますが、全く静かになりません。そして女性は突然黙れと大声で叫びました。会場の観客は一瞬で静かになりました。クマと一緒に戯れながらレポートをする女性レポーターでしたが、じゃれていたクマが突然女性レポーターに噛みつき襲ってきました。スタッフが助けてなんとか無事でしたが、クマが獰猛な動物だということを忘れてはいけません。2人の歌手がとてもいい雰囲気でデュエットをしていました。そのまま2人が椅子に腰掛けたところ、女性がその椅子からまっすぐにステージの階段下に滑り落ちてしまいます。これには笑うしかありませんでしたね。テレビの中継からスタジオにカメラが戻ってきましたが、キャスターの2人はそれに気づかず世間話をしています。中継先のレポーターもこれには困ってしまうばかりです。ラクダに乗った2人の男性がいます。ラクダで移動するつもりが、ラクダの飼い主がラクダの首元を叩いたせいでラクダは急に立ち上がり、乗っていた2人の男性はそのまま地面に落っこちてしまいました。スタジオでゲストの人たちがいる中、そのうちの一人の女性は足がもつれて転んで膝から倒れてしまいました。とても痛そうなのは見ただけでわかりますよね。スタジオで出演者の女性が歩いて移動していたところ、突然みんなの前で転びました。ヒールで足首からくじいてしまったのでしょうか。明らかに痛そうな転び方です。ニュースを読むアナウンサーは不用心でした。透明なテーブルの下では彼女が足を開いて椅子に座っているのがわかるのと、そのせいで下着が丸見えになっています。せめて足を閉じていればよかったのですが、テレビショッピングの番組で男性がソファーの背もたれに寄りかかったところ、そのままソファーごと後ろに倒れてしまいます。これには一緒にいた女性も笑いながら慌てて手を差し伸べました。テレビ番組中、司会の女性が何かかすかな音に耳を澄ましたかと思うと、突然ものすごい地響きと爆風が起きました。これは番組の演出ではないようです。一体何が起きたのでしょうか。ライブショー中に奥から出てきた着ぐるみを MC の女性が驚かしたところ、着ぐるみが予想よりも驚いてその場で倒れてしまい、それにつられて女性まで倒れてしまいました。これは女性の計算ミスでしょうか。何事もなく進められている中継で、突然男性がレポーターの女性を後ろのプールに突き落とします。女性は頭からびしょ濡れになり、スタジオからは笑いと拍手が送られていました。酔っ払ったインタビュアーがパーティーの会場で女性にインタビューしたところ、酔った勢いで女性に失礼なことを言ったのか、顔を思いっきり叩かれました。その後インタビュアーは反省できたのでしょうか。街角から男性レポーターがレポートしていたところ、それを邪魔する人がガラスのボトルを投げてきたのです。そのボトルは男性レポーターの頭に直撃しました。大事に至らず本当に良かったですね。男性と女性が大変な状況に陥ります。男性には大量の水、女性には大量のジュースが頭から浴びせられてしまい大騒ぎになり、二人はもはや笑うしかありませんでした。女性レポーターがレポートしていると、どこからかやってきた男性がかなり怒った様子でカメラを止めろと割り込んできました。レポーターが話を聞こうとしてもただ怒っているだけです。一体何が気に入らなかったんでしょうか。女性キャスターが道の説明をするために地図に道順を書き始めました。しかしその線をよく見てみると少し卑猥な絵に見えませんか。キャスターはただ偶然そう書いただけなのです。この男性はテレビカメラに向かって何か激怒しています。何に怒っているのかはわかりませんが、とにかく激怒していて怒りが収まらないようです。この様子を見ていた視聴者は何を思ったでしょうか。
ニュースの時間、ニュースキャスターが喋っていると、何か少し不自然な動きをしました。よく見てみると、この女性キャスターの前歯が取れたのです。それでも彼女はプロなので、ニュースを止めずに読み続けました。女性レポーターがレポートしていると、後ろからレスリングのマスクをかぶった人が出現しました。この人が一体何をしたかったのかはわかりませんが、テレビに映る目的だとしたら、その目的は達成されたでしょう。プールで女性たちにインタビューをしていたところ、インタビュアーがうっかりと深いところにはまりました。ちょっと驚いたインタビュアーでしたが、女性たちが全く助けようとしていなかったのが印象的です。男性レポーターがレポートしていると、顔の周りに巨大なハエが現れます。大げさなほど怖がって叫ぶレポーターの周りをしばらく飛んだ後、ハエはどこかへ行ってしまいました。これは女性たちを騙すドッキリです。男性が座っていた椅子が急に低くなり、恐る恐る男性がどいたところ、鉄の棒が出ていました。まさか男性のお尻に？と女性たちは絶句します。果たしてこのドッキリは成功だったのでしょうか？テレビカメラが回っているところ、いきなり男性が隣の女性を担いだかと思うと、汚い水の入った水槽に入れようとします。この後どうなったかわかりますか？残念ながら、この続きはわからないままなのです。強風の中、必死にレポートする女性レポーターですが、なぜかこんな豪雨なのに折りたたみ傘を差しています。もちろん傘はあっという間にひっくり返り、もはや持っている意味がないのでは？と思うばかりです。街からのレポートをする男性レポーターは、スタジオのキャスターたちと話をしていました。しかし次の瞬間、レポーターの横をとてつもない美人が通ったのです。思わず黙ってしまったレポーターは、まんまと見とれていたのですね。街中でレポーターの女性がレポートしていたところ、女性の後ろから牛が歩いてきました。牛はこの女性をじっと見つめてきたかと思うと、そのまま突進しました。牛には何か思うところがあったのでしょうか。レポートの放送をしていた途中、カメラマンが何かに気づいてカメラを切り替えました。そこには遠くから歩いてくる一頭の牛で、その牛はカメラマンに向かって突進してくると、カメラはめちゃくちゃな映像になり、その後真っ暗になったのです。とてもハッピーな番組の中で男性司会者が金色の風船をキャッチしようとしたところ勢い余ってそのまま椅子から落下してしまいました。レポーターの女性が街中でインタビューをしていました。椅子に座っている男性にインタビューしようとしたところ勢い余ってそのまま転んでしまいます。男性の上に倒れなくて本当に良かったです。テレビ番組で一人の俳優が選ばれて喜びのあまり司会の女性を思い切り抱きしめたところ女性のスカートがまくり上がり危うく下着が見えそうになっていました。女性にとっては危機一髪でしたね。番組で男性ゲストの話を聞いていた司会の女性の笑い方がとても珍しい笑い方です。そのためゲストの男性も笑いながら戸惑うばかりでした。男性レポーターはスタジオに向けてカメラを見ながら走っていました。すると足がもつれたのかいきなりその場で転んでしまったのです。前を見ないで走るのは意外と難しいことなのですよね。番組中、MC の女性が一つの笑い話をしたところ、その話があまりにも自分に当てはまる話だった男性は、そのまま椅子から滑り落ちていきました。上手なフェードアウトの仕方です。クロスカントリースキーの選手の紹介をしていた女性アナウンサーが話している途中で突然気絶して後ろに倒れてしまいました。一緒にいた選手たちが慌てて解放して無事事なきを得たようです。街中で男性にインタビューをしている最中、話も大事な部分に差し掛かったと思ったら、強風で飛んできたビニール袋が顔に覆いかぶさってしまいました。これは別に誰のせいでもないのです。大勢の前で行われた記者会見で、大使が急に気を失ってテーブルごと前に倒れてしまいました。次の瞬間、すぐに SP が周りを囲んで、大使は安全な場所へと運ばれた、とのことです。建物から出た外の階段を降りていた女性が、足をもつれさせて転んでしまいました。女性は立ち上がると、丁寧に足についた砂を払って、何事もなかったかのように、また歩き出しました。なぜかたくさんの仮装をした人たちに囲まれて、アイススケートをしていた男性レポーターですが、そのうちに男性は見事に転んでしまいました。もちろん、それを予想していた人はたくさんいたことでしょう。ブッシュ氏は自分が使うグラスをそばにいた女性の服で拭いていました。これはジョークか何かでしょうか？もしくはこれは彼の日常では当たり前のことなのでしょうか？モディ首相が建物から移動するときに階段でつまずいて倒れてしまいました。次の瞬間、すぐにたくさんの SP が首相の周りを囲んでガードします。SP はあらゆるトラブルから首相を守るのが鉄則です。重要な記者会見をしていた知事に突然白い粉を浴びせてきた人物がいました。その場は大騒ぎになりましたが、犯人はすぐに取り押さえられたとのことです。
ブッシュが演説をしていると突然靴を投げつけてくる男性がいました。何度も投げつけてきましたが、どれもブッシュはうまくかわしていました。その後、たくさんの SP がブッシュの身を守り、何事もなく済んだのです。どの場面も、この後どうなったの?と思うようなものばかりでしたよね。これらのその後がどうなったのかは、皆さんのご想像にお任せします。今回、あなたが一番最悪だと思ったのは、どの放送事故でしたか?今後もこのチャンネルでは、目が離せない瞬間をどんどん上げていくので、しっかりチェックしていてくださいね。